チャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、ちょっと始まる前に、はい、ちょっと言っておかなきゃいけないことがあるんですけども、うん、はい、西武ライオンズファンの皆さん、はい、10月の頭ぐらいに、もう西武は消化ゲームですねと言っちゃって、どうもすいませんでした。言ってましたね。そういえば。頑張ったっすね。はい。いや、もう最高でしたからね。最後はね、うん、スパンジェンバーグのエラーと、はい、フォアボール連発で、自爆で。はい。かみませんでした。ありそうなところつかないでください。事実。でも事実ですけどね。はい、うん、でも、はい、ロッテがこんなに落ちるなんて、夢にも思わなかったですよ。そうですね。だって、10月ですよ。うん、ロッテ、1,2,3,4,5,6,7,8 勝、17敗ですよ。だって、10月の確かね、9日ぐらいで、ソフトバンクとゲーム差ゼロだったんですよ。うん、1,2,3までいって、8勝17、うん、借金9、うん、はい、で、片や、西武の10月、はい、14勝、11敗、はい、1引き分け、はい、貯金3、3、うん、だからそんなにびっくりするぐらい西武が上がったわけじゃないんですよ。はい、そこまで予想できなかったですね、はい、正直、うん、そうです。西武ファンの皆さん、こんなこともあるんですね、すいませんね。でも楽しめたんじゃないですか。いや、すごい最後の争い楽しかったですよ。ね、楽天もどうだったと思いましたけど、ちょっとね、楽天はね、もうあのね、あのロッテに3連勝して、はい、西武に3連敗した時点で終わったですね、はい、あの時点で分かりました。うん、だってそれでその上でロッテがホークスに2勝1敗で勝ち越してるから、はい、せっかくロッテに3分でして3ゲーム縮めたのに、はい、その週末で2ゲーム戻されて、結局1ゲームしか縮めてないことになるんですよ。はい、そうじゃダメなんですよ。そう、なんかもうここだっていう試合がでもあったんですよ、本当に。西武も負けてロッテも負けて、ここで勝てばまだ1ゲームとか 0.5 にいけるって時に、うん、負けちゃったりするんで。そうそうそう。で、最後のね、30、31、はい、11月1日の勝負どころで、うん、結局1勝1敗1分けで、はい、勝ってたのに負けてね、はい、そうあれ惜しかった、痛かったな。ちょっとこだわりすぎですね、何回も言ってますけど、はい、使う選手ね、あ、DeNA ずっと言ってますよね、うん、でだからそこもね、うん、結局負けちゃって、はい、っていうところでね、うん、まあもう最後は J エンドの4位になりましたけど、はい、今日それじゃないんですよ、はい、クライマックスシリーズを占うっていう、ね、おお、そういうやつなんですよ、はい、そっちですね。でも西武のやつはね、はい、若干モヤモヤとしたもあったので、はい、言っとかないと、はい、すいませんね、はい、何笑ってるんだよ、いいですよ、でもこれも面白かった、面白かった、うん、ね、はい、いうところで、さあどうなるんやっていう、はい、まあクライマックスは単勝した方が勝ち、先に3勝した方が勝ち、で最初から1位のソフトバンクには1勝のアドバンテージ、はい、だソフトバンクは2勝すればいい、うん、ロッテは3勝しなきゃいけない、はい、っていうところで明日から、うん、土日月火最大、だから14、15、16、最大17日まで、戦ってどうなるのかっていうところでね、はい、まあ、今年のホークス対マリーンズの戦いは、うん、最初はね、ロッテが貯金5とか6とか、かなりそうですね。ありましたけど、ね、うん、終わってみたら、ロッテの12勝11敗1分けと、まあ、ロッテの貯金1、はい、最終戦、東浜が途中までめっちゃいいピッチングしてたのに、はい、謎のフォアボール連発の押し出しで自滅っていうね、はい、うん、よく見るね、今年の試合の象徴した試合だったっていうところでね、はい、まあ、紛れ越したっていうところですけど、じゃあどうなるんやっていう、うん、っていうところで、もうね、普通に戦ったら正直、はい、ソフトバンクス、はい、自滅したらロッテ、うん、はい、でもね、どういう戦いに持っていかなきゃいけないかっていうと、うん、もうロッテは最少失点差ゲームに持っていかなきゃいけないんで、うん、もう1点とか2点以内に投手陣は抑えていかなきゃいけないですね、うん、はい、そこで相手のミスとかフォアボールとかにつけ込んで、うん、どこまでワンチャン生かして得点できるかで勝ちかどうかが決まるし、うん、はい、だから乱打戦だったらもう負けますね、うん、ロッテはローテで言えば今日がだって火曜日だから、はい、誰投げるか分かんないですけど、うん、多分ですけど昨日石川が投げてるんで、はい、土日で2木美馬か、うん、美馬2木だと思うんですよ、はい、月曜日に石川で、火曜日までもつれ込むんたらチェーン、うん、もしくは月曜日チェーンの火曜日石川っていうパターンもあるんですけど、うん、でもこの4人やと思うんですよ、うん、先発候補、はい、でソフトバンクは、まあ、昨日石川がね最多勝のとあれか勝率、はい、タイトル決めたっていうところで、まあ、最多勝のね11勝に並ばなきゃいけないんで、はい、昨日3イニングぐらい投げたんで、多分土日は
千賀、うん、東山か和田とか、うん、だから千賀、東山、和田、石川とかが並ぶのかなっていうね、うん、ところにはなってくると思いますけど、でもやっぱりそのソフトバンクアドバンテージがあるじゃないですか、うん、だからもう1勝目を取っちゃえば、うん、もうあと1勝でいいわけですよね。そうなんです、だから初戦が大事になってくるんですよ、うん、めちゃくちゃ大事ですね。初戦あのロッテが勝ったら五分に持ち込めるんで、うん、はい、でホークスとしてもね嫌な流れになるんで、うん、まあ、初戦どうなるか、初戦もホークスがかかったら、はい、もうクブクリーンもうほぼそうホークスになっちゃいますね、がなっちゃいますけど、うん、でもそのだからその土曜日2期か見まか分かんないですけど、はい、そこが先発した時に取られても2点ですね。だってまあホークスはチーム打率がまあ2割4分8厘9毛と、まあ、めちゃくちゃ高いわけじゃないですか、はい、でもホームランの1割2分6厘あ126っていうところがあるんで、まあ、一発はね、でも防御率いいじゃないですか、ホークス。そうそう、2.92。はい。でも、うん、ロッテ戦になると、謎の四球連発。あ、なんかあるらしいですね。が、なるんで。うん、だもうそこをつけ、はい、いるしかない、ロッテは。うん、それはもう、横綱頭脳がガチでいったら、はい、勝てないですよ、うん。ロッテの一番高いのは、はい、パ・リーグ18位の中村奨吾、2割4分9厘なんです。あ、そうなんだ。で、ソフトバンクは、柳田が3割4分2厘、はい、中村晃が2割7分1厘。中村翔吾2割4分9厘、井上2割4分5厘、うん、マーティンが2割3分4厘が上位3名、はい、おーちょっとここがちょっとそうですね、差がありますね、まあ、差がちょっとあるなっていうところと、はい、投手陣は千賀が2割 2.16 防御率、おーいいですね、うん、でロッテの規定投球回出てるのは美馬、はい、3.95 なんですよ。あー約2点弱違うんですね。そうなんですよ、うん、だからそこがまあどうなるのかっていうところで、うん、がっぷり四つでやられると間違いなくホークスが普通に勝つと思うんですよ、はい、ロッテが戦うには、うん、もう勝っていくにはもうピッチャーが2点以内に抑えて、うん、もう相手のミスにつけ込んで、はい、ワンチャンものにしていく野球がどこまでできるかですね。なるほど、もうこれがもう勝負ですね。でもなんか短期決戦どうですか、なんか強いイメージありますけどね、こう今までのイメージというか、うん、まあ俺がいた時ね、はい、そう短期決戦下克上みたいなイメージありますか。まあ、でもあれから10年ぶりですからね。え、もう10年ですか、あれが2010年ですもん、だってそっか、ああ10年ぶりにで、そうですね、うん、まあどこまででも10年ぶりと思うんですか、はい、あの時、うん、2010年の規定打席到達の時に、はい、一番上の打率は西岡3割4分6厘、おお、すごい、で多分200本安打打ってるんで、はい、で次今井、はい、3割3分1厘おお、で井口さんが2割9分4厘、はい、うん、で今年、はい、日本人だけで、うん、中村翔吾、はい、2割4分9厘、井上2割4分4厘、安田2割2分1厘、規定打席到達している上位3名、はい、この差です1割違う、ちょっとパンチにそうですね、でもそれでも2位になったチームですから、だから、はい、もうピッチャー頑張るしかないんですよ、ディフェンスだからエラーしない、はい、無駄なフォアボール出さない、うん、ピッチャー一発浴びない、はい、で2失点以内、うん、ができて勝負できると思う。はい。そうですね。だもうディフェンス面頑張らなきゃいけないですね。うん、それは田村があのワイルドピッチ止められないようじゃ、それは負けるよ。あとエラーしてたりしたら。もう、細かいミスも許されないですよ。もうミスなし。もう完全に決まってですね。守備は特にノーミス。はい。で、攻撃陣は相手のミスに乗じて、そこをワンチャンものにできるかどうかで、日本シリーズの切符が残る。はい。ホークスは普通のことを普通にやったら勝てる。はい。でもそこらができんのかいっていう。いや、去年のホークスのちょっとプレーオフめちゃくちゃ強かったですからね。そうそう、初戦楽天に負けてから日本一になるまで10連勝ですからね。はい、いやでも面白い戦いですね。そうですね、やっぱクライマックスある方がね、うん、盛り上がっていいですよ、はい、今年は100試合ぐらいにして、うん、でクライマックスした方が良かったんちゃうかと思うんですけど、あ、3位まで入れて、ああ、うん、でも100試合にするからクライマックス勝ったチームがリーグ優勝みたいな形の2004年5年の時に戻して、はい、もうシーズンは短くするからクライマックスに出るための予選みたいな感じにして、うんうん、じゃあ1位で出たチームはアドバンテージ、はい、そのゲーム差によってつけるとかね、うん、2位3位もゲーム差によってアドバンテージつけて、はい、2位3位もあの3戦だから2位3位が3戦戦勝、うん、1位2位が5戦戦勝ぐらいにして、はい、やっても面白かったんちゃうかってね、うん、そうですね、結果的には思いますけど、うんうん、まあ明日からね、はい、どういう戦いになるのか、巨人が戦うのはどっちになるのか、そうですね、うん、もしホークスが日本シリーズ出たら、はい、西日本シリーズになるんですから、ね、巨人が京セラだから、はい、そうですね、でもロッテが出たら寒いよ、はい、ロッテが出たらマリンがマリンになるのか、寒いよ、そうですね、尋常じゃないぐらい寒そういやいや
こう、あったかい格好して見るのもいいじゃないですか。だからそこをね、注目しながら見たら、はい、いいですよ、うん。あとやっぱりホークスは、柳田がね、はい、やっぱ打っていかなきゃいけない。うん、いったところで、はい、データから見る、野球で言うとですね、うん、柳田は、ロッテ戦、打率2割9分9厘。でもやっぱ打ってますね。でも5球団の中だったら、うん、オリックスに次いで打ってないんですよ、うん、オリックスが一番2割9分3厘で打ってないんですけど、はい、まあ、でもまあほぼ3割打ってるんですけどね、うん、日本ハムが4割5厘と一番打ってるんですけど、すごい。でホームランも4本と、うん、まあ少なめなんですよね、うん、確かに。で打点11と、まあ、一番少ないんですよ、うん、で三振22個と結構多いんですよね、うん、してるのが。で出塁率が3割8分6厘とロッテから一番出塁してないんですよ、はい。で長打率も4割9分4厘と一番打ってないんですよ、うん、で OPS もあの8割8分というところでパ・リーグ一番打ってないんですよ。うん、だ全体的にロッテ戦打ってないんですよ、はい、柳田は。まあ序盤かなりロッテが勝ち越しましたからね。打ってんすけどね、打ってんすけど、はい、他に比べると打ってない、打ってないうところで、まあ、柳田がね、僕はキーポイント、はい、打線ではね、うん、なるっていうところと、ロッテの、まあ、キーポイントは僕は中村翔吾かなっていうね、はい、打線においてはっていうところがあるんで、あとは周東とね、はい、和田の足の対決っていうのもありますし、周東が塁出るとちょっとややこしくなるんですね。怖いですね、うん、柳田の前にもね、はい、ランナーが出るっていうところで、だからまあ一番か、周東荻野の対決かな、うん、この2人が塁出た方が勝つっていうところで、明日の試合どうでしょう。